は皆さんたくさんお集まりいただきましてありがとうございます。この林あの屋敷が大和川付け替えに貢献のあった中陣兵の成果です。その記念碑はそこにありますので、またお時間ありましたらご覧になってください。で、今日はボランティアの緑の会というボランティアの方々の指導のもと皆さん動いていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。都会の中でですね、こんなこの森があると、まあ、屋敷林ってい う, う表現をしてるんですけど、これはもうなんか福井東大阪の財産だなっていつも誇りに思ってます。そして市としてもこういった貴重なですね、緑の資源を大切にしていかなければならないし、これを大切にしなければこれからの街づくりはできないと、ボランティアの手によって、皆さんの手によってですね、どうぞよろしくお願いします。どうも皆様ありがとうございます。森さんの方より、作業説明の方をしていただきたいと思います。本日は、屋敷林の保全活動に多数ご参加いただきまして本当にありがとうございます。本命にやっていたと、それに対してこれは味にお気に入りなと思います。もうちょっとしたら、やることができる。感謝しております。もしできればまた次の機会にも。